はい、こんにちは。今回は圧倒的不利と言われましたが、KO したボクサーたちを紹介いたします。日本人初の世界王者の白井さんが、世界王座から陥落して8年経過し、1962年10月、19歳のファイティング原田さんが、世界フライ級王者、ポーン・キングピッチに挑戦しました。当時は階級も少なく団体が一つだけだったため、世界王者は10人ほどしかいなかったことや、19歳の原田さんが絶対王者のパスカル・ペレスを破った経験豊富な世界王者に勝てないと下馬評では圧倒的に不利とされておりました。しかし原田さんは圧倒的なスタミナと手数を武器に、序盤からラッシュ戦法を敢行し、テクニシャンの王者を圧倒し、11ラウンドについに大国初の世界王者からダウンを奪いました。上原選手は WBA スーパーフェザー級王者サムエル・フェラノに挑みました。王者フェラノはこれまで41勝しており、上原選手は25勝とフェラノに比べると経験不足な感が否めません。挑戦者の上原選手は2度目の世界戦ですが、初めての世界戦ではベンビラ・フロアに2ラウンドで KO されております。一方、王者フェラノはベンビラ・フラワーを破って世界王座に戴冠し、そしてこの試合が11度目の防衛戦ということで、王者フェラノが予想では圧倒的有利とされておりました。第6ラウンドが始まる前に谷平会長が上原選手に、自分の好きなようにやってみろと言って送り出すと、ラウンド終了間際に上原選手の強烈な右がカウンターとなり、王者がダウンを喫しました。商業高校入学後、体操部に入部しようとしていたレパード玉熊選手は、なぜかボクシング部に入部し、その後大学を中退してプロ入りしました。デビュー後は日本王座を奪取し、日本ランカー上位のボクサーと熾烈な戦いを繰り返し、約6年のキャリアを経て世界王者キム・ヨンガンに挑戦しました。試合は長身でサウスポーの玉熊選手が打ち勝つ場面が多かったのですが、スタミナ豊富な王者が後半逆襲し判定にもつれました。初防衛戦レパート現役2人目の世界チャンピオン
大橋選手が世界王座を奪取した5ヶ月後、レパード玉熊選手はイーヨルーの持つ WBA 世界フライ級王座に挑戦いたしました。イーヨルーは典型的なコリアンファイターで、フィジカルとメンタルの強さを武器に、この前年にライトフライ級王座とフライ級王座の2階級を奪取いたしました。接近戦が得意な王者に対し、長身の玉熊選手は接近戦を受けて立ち、序盤は王者のペースで試合は進んでいきました。玉熊選手は172センチと上背がありますが、サウスポーからの右ジャブが少ないので容易に接近を許し、デビュー後間もない頃はファイタータイプのボクサーに打ち負けて敗戦することがあったのですが、国際ジム伝統のショートの連打をマスターし、打ち合いに強いボクサーへと変貌を遂げたのでした。王者イーヨルーの調子が良かったので、テレビ局は王者が序盤に KO した時のことを考え、マイク・タイソンの KO 集を用意していたようでした。しかし序盤を耐えた玉熊選手は6ラウンドから突如連打を繰り出し、ペースを奪い、国際ジム伝統のショートの連打で攻め立てたのでした。この連打は日本人切手のファイターの中島俊一選手や仲間選手に攻め勝った連打で、王者イーヨルーも勢いに押され後退していくのでした。イーヨルーのパンチは玉熊選手のパンチより力強いのですが、玉熊選手は内側から最短でパンチを放ち、加えて回転力で上回るのでスピードがあり、的中率が高いパンチが王者の体にダメージを与え、10ラウンドアマチュア、プロとダウン経験のない王者イーヨルーがついに耐えきれなくなり崩れたのでした。カリスマボクサー辰吉丈一郎選手は8戦目で世界王者になりましたが、網膜剥離などの怪我でブランクを作り、さらに世界戦3連敗となった中、若干20歳の世界王者シリモンコン・ラコントン・パークビューに挑戦しました。20歳の若さ、16戦全勝の勢い。若干20歳の世界王者はここまで16戦全勝で、体も大きくパワーがあり、圧倒的強さを誇り、多くの人は辰吉選手が若き王者に KO されて引退すると思いながらこの試合を見守ったのでした。悲壮感漂う中、予想とは違い、辰吉選手は速いジャブやスピードあふれる連打で試合を優位に進め、なんと第5ラウンドに若干20歳の世界王者を切れ味鋭い連打で追い詰め、ダウンを奪いました。しかし若くて回復力の速い王者はすぐにダメージから回復し、続く第6ラウンドと第7ラウンドに王者のパワーあふれるパンチを何発も飛弾し、 KO 負けのピンチが訪れました。
ダウンスンでの辰吉選手が起死回生の必殺ボディーブローを放ち、若き王者が崩れ落ちました。上一郎が再び世界の頂点。